佐藤美久です。今回も始まりました、佐藤飯。イエーイ。はい、佐藤飯はですね、多分初めて見る方もいるかと思うので説明しますと、私佐藤美久と申します。女優活動をさせていただいております。で、ラジオ番組を持たせていただいておりまして、市川うらら FM さんというラジオ局で佐藤美久の女優道という番組をやらせていただいております。そのワンコーナーで佐藤飯っていうのがあるんですね。まあ、私が全く料理ができないので自分の感性で料理を作り上げていくというワンコーナーになっております。今回で何回目だろうな。前回がガトーショコラかな、シチューか。前回がシチュー編でした。ということで今回はオムライスを作りたいと思います。イエーイ。今回はオムライス、まあ多分そうだな、 60% ぐらいの確率かな、うまくいくってなったらシチューがね意外とうまくいってたから、今回もうまくっていうかね、皆さんはねこう私の失敗が見たいと思いますのでいろいろドラマがあればなと思います。では今回も頑張っていくぞー。ということで材料を紹介したいと思います。まずはご飯。私はうちの我が家では白米じゃなくて白米と何かが入ってる、玄米かな、玄米じゃないな、忘れちゃったなはい、ご飯ちょっと何グラム、180、測ったら180グラムってなったなりました。そして人参、まあ多分毎回一人分って言ってるけど大体2人前とかになっちゃうけど半分使いたいと思います。そしてね、前回ね克服したかな、わかんないけど玉ねぎとあとピーマン、なんかでかいなピーマンこれも多分全部は使わない、半分ぐらいかなだと思います。とささみです。とね、忘れちゃいけないケチャップ、形悪いなと卵が何個使えばいいのか分かんなくて、なんかとりあえずなんか3個あればいいかなって思ってます。多いかな、3個見えないじゃん、卵3個。では今日も頑張っていきたいと思います。レッツスタート。よし、あ、まあ、列スタートしてないもう毎回忘れちゃう。これだね、今回も30分でねできればいいなと思います。30分、はい、30分しました。よースタート。よし、じゃあまずなんか声枯れてる、そんなことないよね。まずなんか声枯れてるなまずは野菜から切っていこう。そう切っていく。よし、じゃあ切っていくねところをね見せたいよね。ちょっとお待ちを。よし、で卵はささみも向こう、調味料も向こう。よしよし、じゃあまずは下か。よいしょ、こうだね、はい、こう、あなたが上がらないと。そう、よし、
ではまずは人参を切っていきたいと思います。なんだっけ、ピーラー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 さんピーラーさん、まずは半分、半分もいるかな、こんぐらいかな。これはさよなら。よし、で皮を剥く。いやー怖い。よし、皮剥いた。スキッチョーよし。いやもうちょっといるな。半分でよかった。ちょっと少なすぎた。もう毎回この番、このねコーナーはですね、毎回微調整が大切なんです。の人参ってどんなんだって、そもそも人参って入ってる、入ってるよね。まあ、適当ですね。ここら辺はなんか薄く切っていけば。いやこれは嘘だな、これは違うな、半分だな、こうだな、もっと細かくてもいいぐらい、4つ、4等分。よし、こうで、このちょっと、よし、こうだ、こうこうこう、そうそうそう、こうこうこう、人参重すぎたな。あ、そんなことないね、そんなことない。人参多いかな、これ。もう毎回人参多い。人参じゃない。毎回多い。どうしよう。まあ、いっか。人参多くても。人参体にいいし。よし、あ、これ、よし、人参多いな、まあ、いいえ。人参、そしてピーマン、ピーマンでかすぎ、ピーマンでかすぎる、どうしよう、これピーマンってどうやってやるの、中のやつ飛んだよね、半分にして、あ、ヘタ取って、あ、なんだっけ、取って、こうやって取るんだっけ、あもういいや、こうやって切っちゃう。で
中の種をくり抜く。あお、種がいっぱい。で、もう半分に切っちゃえ。どっち使おうかな。薄いのはいいかな。これはちょっと待ってね。そしてピーマン、中もそしてピーマン、ここもなんかね、オムライスはね、細かいイメージ、材料がだから細かくする。最近乾燥してますよね。なんか声が枯れてる。あれどうだったっけ。あっ、危ねえ危ねえ、切るとこだった。あ、この大切なちょっと出させて。よし、ピーマン切った。よし、そして宿敵、宿敵かな、いや、克服してる気がする。ピーマンじゃない、玉ねぎもう半分でいい。いやー、でね、玉ねぎをね、切るときはあーやばいね。前の1回目の玉ねぎさんは痛すぎてゴーグルをかけました。で、2回目はなんかテレビでなんかガム食べながらやると目が痛くなくなるっていうのをやっていて、それを試したら本当に痛くなくて、なので今日も、ガム、行儀悪いんですけど、ガムをね、食べながら、噛みながら。噛みながら、切っていきたいと思います。玉ねぎいるよね、オムライスって。なんか今、オムライスの、なんだっけ、中のご飯。チキンライスじゃねえな。チキンライスじゃない。ケチャップ、なんだっけあれ何ライス、あれケチャップライスかを作りたいと思います。作ってます。よいしょ、半分もいらないかな、とりあえず半分。よし、で、ガム食べよう。よいしょ、グレープのガム。よし、半分、
これ半々でもいいぐらいかも。邪魔だな。やばい、18分になっちゃった。そう、みじん切りにしたいんだ。あぶね、さっきからあぶね。で、これをどう、おー、みじん切りになった。おー、少ないな。うんうん、全然ない、全然目やられない。やっぱすごいわ、ガムすごいわ。あー、でも若干くるけど、でも耐えられる。この方法に早く巡り合いたかった。痛い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 。何これ、滑る。1枚目めっちゃ滑る。危ない。うわー、すごい。玉ねぎ野郎が。噛まないと、噛まないと。あー、玉ねぎ多すぎだな、絶対。あー、やばい。よし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 、やばい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 、あー、よしよしよし。よし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 、じゃあこれを炒めていく。まずね、材料を、なんか開いてるし、開くし、じゃあ炒めていこう。どうしよっかな。ここに持ってき
した方がいいかな、もしかして。私の顔が見えない、ね、よいしょ、定まらない、ダメだ試行錯誤、ダメだな。よっ、滑るね。ダメだダメだ。よし、こっからね火をつけて、つかない、火をつけて換気扇、で炒めて いきます。玉ねぎと切った野菜ね、を切っていきます。ガムしてよ、ガムしてる、よしよしよし、で油を敷いて、やっぱりさ比率おかしいね、ピーマンのピーマン少なすぎる、玉ねぎ絶対多い、もういいやいいや、まずは人参とピーマンを入れていきます。あっ、最初に野菜たちは炒めるって勉強した。で、玉ねぎも入れちゃいます。玉ねぎ絶対に多い、これ。こんな感じです。よし、でちょっと料理できる人みたいになっとるよ玉ねぎがね、色がつくまでやってやります、炒めます。見える、こうかな、で、ここでじゃないな、ちょっと待って、先にこのご飯にもうケチャップを入れて混ぜたいと思います。で、ご飯はそんなにあったかいご飯じゃないです、ちょっとチンした、なんかね、チャーハンもね、卵
とご飯を先に混ぜて炒めた方がいいってなんかで言ってた。分量はあんまり気にしてないです。出ないよ。よし、間違ってないよね。まあいいや、どうせ野菜と一緒に炒めるから。独り言じゃん。よいしょ、じゃん。なんかちょっとグロテスク。まず、ご飯とケチャップを混ぜました。いいんだよね。合ってるよね。あ、また炒めていきます。順番が悪かったね。でもどこだろう、声通るのかな。通るのいいのか。暗いか。だいぶ良くなってきたので、鶏肉、ささみを入れたいと思います。ささみ、で、塩コショウ。やりすぎた。肉が先だった。やばい、玉ねぎが焦げている。まあいっか。こんな感じ。このまま食べたい。ご飯ちゃんを入れたいと思います。よし、絶対多かったご飯。
ケチャップ飯ってこんなんだっけ。よし、どうですか、ケチャップライス。ここひとまずね、完成。これはちょっと味見しようか。美味しい。ほら、ね、美味しい。問題はここからだよね。卵。で、ケチャップを、ケチャップライスをさっきのボウルに戻す。絶対ご飯多いし。卵たちを割っていこうと思います。2個もいる？いや、じゃあ3個もいる、ね、いらないですってテンプレ入りそうだよね。どうしよう、どうしよう。2個だけだと失敗しそう。3つでいきます。卵はね、割れるよ。しまいましたね。でも作り上げることが、あ、よし、よし、よし。卵1個割れちゃった。卵割りました。じゃあ溶きます。勝負な気がする。ここから怖い。どうしよう、見れるかな、こうかな。あ、緊張してきた。よし、ちょっと運命の瞬間。
弱火ぐらいにして入れます。失敗するんだけど。一回やってみ、一回やってみ、一回やってみ。ご飯いっぱいあるからさ、一回やってみる。なんかイメージと違う。ちょっと待って、ちょっと待って。少なかったもしや。やばいやばい状態になっている。
ひどいぞ。今ね、見た目をね、調節してるから、ちょっと待って。意外とうまくいってるって。やばすぎる。あ、待って待って、なんかもうホットケーキみたいになっちゃう。ちょっと待って。なんとか出来上がりました。あ、待って、最後に、あ、待って、可愛くね、最後ぐらい可愛くしよう。出来上がりました。いや、多分ね、味はね、大丈夫なはずだもん。ただ、見た目の問題。では、お見せしたいと思います。今回、頑張って作りました。オムライスです。もうひどすぎる。なんかもういろいろひどすぎます。ただ絶対味は美味しいはず。もう包まれてないもん。もういい感じに見えてるけど、あの、多分下はね、全然包まれてない。何だったの、どうやってやればよかったんだろう。難しすぎ、オムライス。もうでも、まあ、食べてみたいと思います。ハートにしたよ、ハートに。じゃあ、いただきます。ケチャップね、ケチャップつけて。もうひどすぎる。でもさ、だってさ、もう卵、ご飯が見えない。ね、なにこれ。ほら、味はめっちゃ美味しい。マジで美味しい。見てよ、見てよ、ご飯たどり着かないから。
多すぎ。ただ包めない。何個必要だったんだろう。ただめっちゃ美味しいし、マジで巨大すぎる。もうご飯と一緒に食べたいな。味は100点、多分。うわ、濡れた。ということで、今回はオムライス編、いかがだったでしょうか。もう食べちゃったからな。めっちゃ見た目汚いから見せらんないな。オムライス編、いかがだったでしょうか。ね、今日もドラマがあったと思います、最後の方。楽しんで見ていただけたらなと思います。他のね、料理動画、砂糖飯もご覧いただけたらなと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次回の砂糖飯でお会いいたしましょう。さようなら。